お待たせいたしました。一丸となって頂きを目指します。大会5日目甲子園大会2回戦第1試合の模様をお届けいたします。一塁側岡山代表強豪大宝、三塁側千葉代表強豪立山。スタンドは満員のお客さんで埋まっています。さあ注目の2回戦プレイボールです。大宝追う展開で迎える2回です。ツーアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生佐藤、マウンド上ピッチャーは斉藤。終了しまして逮捕、低めのボール、インフィールドフライになりました。取りました。これでワンアウト。二塁ランナー三塁へ、破った、レフトバックホーム、木村ナイスバッティングです。一、二塁歓迎、二塁送球、二塁フォースアウト、大砲リードを奪われました。大砲なおもピンチが続きます。バッターは3年生清水、今日は三振。これは引っ掛けた、これは内野ゴロ、サードから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって1アウト、ランナーは2塁変わりません。しました、初球打ち抜けた、センターバックホーム、清水いいバッティングを見せました。しました、1、2塁間の当たり、ベースカバー1、つけた、決めていきます、ファール、外のボールだ、ピッチャー返し、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって4対2。前面に押し出した投球をしてくれるか。打ちました、いい当たりですが本塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、大砲な。低めボール球打った、右手ボールを掴んだ、あっと送球それた、アウト、スリーアウトチェンジ。2者残塁、7逮捕、
さあ闘志あふれるバッティングを見せてくれるか。相手に揺さぶりをかけてくるのか。見逃し三振。バッターは3年生右田。さあ持ち前の才能を開花することはできるか。初球を打ちました。セカンドライナー。ランナーそれぞれ一塁二塁に戻ります。アウト。ダブル。斉藤降板。右の小宮山最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。9回の裏に、さあ持ち前の闘魂が力を発揮するか。来ました。レフト前に出る。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターはさあ相手投手を威圧していきます。持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。投げた。ストライク。第2球投げた。このボールも空振り。なんとか意地を見せてほしいところです。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。内角低め。空振り三振。バットが空を切りました。大砲2回戦で姿を消すことになりました。残念ながら夏の甲子園大会2回戦で散りました。